それではトップ3のドライバーにご登壇をいただきましょう。見事優勝、カーナンバー55番ビレルアトウエスト、箕浦涼樹選手、おめでとうございます。続いて第2位、カーナンバー50番アッシュ伊藤瀬奈選手、おめでとうございます。第3位、カーナンバー39番高木プランニング武藤雅奈選手、おめでとうございます。どうぞご登壇ください。それではトップ3のドライバーに夏狩り審査員より JAF のメダルと盾の授与でございます。箕浦選手、諦めずに待って待って終盤ペースを上げてチャンスをものにしました。前回に引き続いて 今シーズンの第、今シーズン2連勝ということになりまして、ランキングもトップに浮上ということになりそうです。続いて第2位、伊藤瀬奈選手はもう今後も本当に期待の、ね、レースを見せてくれました。第3位、武藤選手、たらればは言っちゃいけないんですが、予選でそのまま走ってるもんという悔しさは、ね、あると思いますけど、またこれを、ね、バネにして経験にして次頑張っていただきましょう。さあ、それでは続きましてダンロップの焦点の授与でございます。こちら優勝されました箕浦選手に対しまして、ダンロップ賞タイヤワンセットが贈られていきます。おめでとうございます。続いて APG 賞でございます。青少のトロフィーをお受け取りいただきます。富士山を模したクリスタルのトロフィー、これもすごくオリジナリティあふれますよね。このご当地トロフィー、すごく個性的なものを皆さんご用意くださって、これを見るのも楽しみの一つ、集めるのも楽しみの一つです。さあ、それでは続きましてライフガード賞です。優勝箕浦選手にはライフガード1ケースが贈られます。おめでとうございます。続いてトネ賞です。こちらは KRP 様より優勝のドライバーにトネの工具箱が贈られます。はい、おめでとうございます。それではフォトセッションとなります。審査員お隣お入りください。ちょっとドライバー中央の方へ寄っていただけますか。それではフォトセッションです。さあ、みんなマスクで顔を覆われてるんでちょっと笑っててもわからないんで、もっとオーバー目に笑ってもらっていいですか。にっこりしてもらっていいでしょうか。目が怖い状態になってます。よろしいでしょうか。はい、よろしいでしょうか。それでは思いっきりやってください。シャンパンファイト。はい、おめでとうございます。いいバトルを見せてくれました。改めて箕浦涼樹選手、伊藤瀬奈選手、武藤雅奈選手に大きな拍手をお送りください。